その方には僕は会ったことないんだけど、なんだっけ、13番館、はい、あそこに写真があって、ありましたね。で、それでね、本当にマジで、俺こんな写真撮ってないぞって本当に思ったんですよ。この間に撮られた。そしたら若い頃の沢田研二でした。さすが。クレイジーハッチ、カズさんもラジオでですね、いつもこんな感じで喋られてて、この前たまたまラジオ局に遊びに行ったらですね、カミちゃんもちょっと喋ってかんでと言われて、飛び入りで喋らせていただいたんですよね。な、軽妙な、ね、トークでね、いつも楽しませていただいております。カズさんはですね、たまに女方にもなられるんです。あ、年に一度だよ。ナッシーっていうナッシーって聞いたことあります？なんかね、あれね、本当にあれ、ネタなんですよ。そしたらね、もうマジでね、カズさんは本当にあっちですかって心配して、いや、あれはあくまでキャラでやってますからって、安心したと言われたのがね、ホワイトサウンドのマスターです。カズさん本当にあれですかってね、もう違いますからね。普通は奥さんが止めるでしょ、あなたそんなことやめんねって。うちはカミさんがね、もう勧める。それでいろいろ買い物行くよね。そしたらさ、後ろからこれ何しに良かったじゃないで、こっちが当てるとこれやめつけよ、こんなところでってね、恥ずかしくて、だんだんなんかそっちが好きになってきました。今日はカズとして、はい、はい、よろしくお願いします。はい、挑戦がなかなか分かりませんので、まあ、さっきも言いましたが、うるさかったりなんかしたら優しく言ってください。気になってね、打たれ弱いんですよ、シンプル。見てわかるでしょ、ね、なんか応援してやりたいなって感じでしょ。応援するなら言葉よりね、こっちこっちなんていうかね、はい、それで、はい、あちこちにやっぱり行って演奏したりなんかしますがね、細々とですよ。それで、長崎から来ましたということでね、いや島原も南島原もよそから比べれば長崎だからね、もう全部一緒で、関東辺りからすれば長崎も九州とかね、あ、まあ、九州には間違いないですけど、輝いて長崎という景気のいい歌から聴いてください。
って言ってそんなかなって顔するからちょっと罪悪感感じてんにゃってわざと言ってそしたらすぐ分かりますからね、島原のね武家屋敷の近くに住んでるんですよ。水路のこうある水の流れてあの上の通りが中野町っていうんです。あそこでね、実は3年前まで町内会長やってましてねその前副会長やってその頃金髪やったら金髪のロン毛の町内会長連合会で集まって最初栗原さんが言われたけど今日はなんか還暦過ぎましたってその中で私唯一20代ですもんね今日だから申し訳ないなと思いながら入れ歯が外れるよとかなんかねなんかさっきの栗ちゃんはねなんかもう佐田雅史以上だって言われたらしいですけどね俺だってね MC は佐田以上だって言われたことあるからなのでないと佐田さんにはもう負けるけどもうねここで前もスタッフの方からライブやりませんかとか言われた時にね佐田雅史佐田玲子の店で歌うやつなんかいるんだろうかそんなことだってねもう手に入れないできないよとか言ってたんですけどね少し謙遜してやっとねそしてまたあの変なことがばらされてしまいますね。私の趣味に関してですね、島原出身のねあの大沢和恵という歌手がいるんですよね。東京でやってますあの日本の女プレスリーと言われた人ねアメリカのプレスリーのコンテストとかで唯一の日本人で、ね、プレスリー歌っていて認められているような人なんですけどね。いや別にその人が記憶してるとかじゃなくて、あのふるさとの方でね、ご両親が喫茶店をやってられて、もう亡くなってずっとお店を閉めたままになってね、僕はなんか片付けに時々帰ってきてますよね、あのスタジオの方に呼んで、なんかラジオなんか一緒に出てもらったりしたんですけどね、彼女がですね、またどういう楽曲のナンシーのキャラを非常に気に入ってましてですね、で家片付けよったら、私のステージ上のイランとのあったけん取りに込んでて、ドレスを私にくれるんですよ。嬉しくてですね、もうセカンドハウスに持って行ったら、もう100円とか言うから、いや、持って行ったら、本人持ったらダメよ、言ったらダメよ。何の話をしてるんだ。とにかくね、人前で話すのが苦手だから、ラジオなんか全然できませんね。私が考えてませんね、ということを聞いてもらいます。一つだけお願いします。拍手ありがとうございました。手拍子もありがとうございました。リズム合わせてね。もう表と裏と入れ混じって歌うとき悩むんだよね、すごくね。もう裏なら全部裏でいくのね。裏と表で中途半端で3分の2ぐらいのところから入ってきたりとかしますからね。わざとやったりすると面白いですけどね。喋り出したらずっと行きますからもうその辺でって言ってくださいね。はい、それでは、Dear My Tears、ね、これ もうラジオとかあるいはね聞かれたことはあるかと思いますけどね、一応あの CD はさっき言ったんでもう宣伝はしませんけどあそこにあるんですけどね。それで今日帰りは本当にじゃがいもをね、あの八津郎さんがね、あの私の友人が、番組の中で視聴者プレゼント用に提供しようかということになったんですけど、30分の番組の中で取りに来てくださいというのは大変だからね、じゃあ今日のこのライブで、皆さんに持って帰ってもらいましょうということでね、あいや別にねその CD は買んでもじゃがいも持ってっていいですよ、表にありますからね。だから中にはライブに来るふりをしてじゃがいもだけ取ってこう中見てねくるっと回ってこう帰るとそういうことはできんようにこうやってぎゅうぎゅう詰めにしてますからね、帰りに忘れんように、あの本当ねご家族大家族の方は1袋だけじゃなくて2袋、いやいいですよ持っていってくださいね。まあいいか、ディアマイティアズ、自分に対する応援歌というかね、時には自分に、なんていうかな、もっとこう優しくしていいんじゃないかなっていう、そういう曲です。静かなる応援歌、ご覧の体格でしたらあんまり元気の応援歌は疲れるんですよ、ね、おいちに、おいちに、頑張れ頑張れって言われるとね、もうちょっと待ってて休ませてって言いたくなるからね。
る決して弱みは見せない涙になりそうだから強がっているけど心は悲鳴を上げている歩き始めたら進むしかない指紋がついたら買ってね見れんじゃないかしらね、ということでなかなかねいい曲を作るなって思います、ね、自分で言わなきゃね人は言ってくれないからですねでも中にはねやっぱりいらっしゃるんですこの間おじさんがね教えてあれはなんか俺のことを感じてるみたいなみたいな自分に感じたっていうことねそういうこうね象徴できるものがあるわね先ほどのクリさんの歌もねやっぱり最初に聞いてコーヒー感とかね、いい感じになったんですけどね。感動しました。
はもう少ししっかりできます。あのじっくりね、あの今日皆さんもあの日曜日なんですけども、それぞれお忙しい方もいらっしゃると思うんですね。またあの家帰ってあの夕食の支度もせないかんで、今日はですね、あの他弁でいいですか、ね、ギリギリまでおってください。もう今日は許しますから他弁でいいなら、嫌いの弁当でもいいですか、ね、何でもね、でお弁当は必ずジャガイモを忘れないことですね。100キロ私はね、あの都合をつけてもう積んでここで下ろしてね、もうみんなが本かなと思ったからですよ。これで下ろし終わった途端におじさんたちみんな来たもんね、まあ、あの辺に隠れて見とったんやねと思うね。俺最後の1個下ろすのを見とってそれで来たんですね、もうということで、私もよくやる手なんですけど、あのちょっと今準備した曲をしましたけど、あのオープニングでやったようなああいう元気な曲とかね、いろいろやるんですけどね、あの島原の歌を作ってくれたとか言われて、もう6万回はないんだけどなと言いながらですよ。それで今度はあの演歌を作ってくれたり、島原演歌で、島原女の子に対して演歌いいですか、嫌ですかあの私が歌うと演歌にならないフォーク演歌、フォーク歌謡、島原女の声、島原を大体ご存知の方は街並みを思い出しながら聴いてます。もう出だしの歌から演歌です女の
出方から演歌は何なんですか。ポップスシンガーの数ですけど、次から演歌に行けて。今日実はね、喉調子悪い。あの、いや、ようべ、今朝方、いつ来るかわからない発作が来まして、喉、やけるな。逆流して、ご覧のように痩せてる理由は、20年前に胃がんで胃を全摘しました。全部取ってます。これで、たまにね、水液が逆流して喉が焼けてしまうんです。今朝方4時頃それがあってガーッと飛び起きて、もううがいしただけでダメな、こう中だから焼けてる感じで、ヒリ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 してね、これでもう朝までそのまま寝れない。水をたくさん飲んで洗い流すしかないんですよ。だからそんなもんだから、もうそれで気を取り直して寝たら、今度はトイレに、トイレからお呼びがかかるしね、ちょっとこれやーって感じでね、へーへーして行かないかんからですね、何事も楽しくやった方がいい。病気もだから20年前、20数年前に胃がんって言われた時に、いや入ったなと思ったけども、これはなんか楽しんでやっつけないかな、どうしようかなと思ったら、こんな治っちゃう。もう20年以上だからね、もう検診は、取りやめになってますけど、まあ、なんやかんや言いながらですよ。でもね、この痩せた体型を保ってるんだから、皆さんも悩んでる方いらっしゃったら、もう胃を切り取ることですね。もうね、そしたらね、僕ら病室寝とるでしょ、お見舞い行くでしょ、でアフラックのがん保険ね、もう胃がんって診断されただけで、いくらやったっけ、100万か振り込まれてね、そして今度は1日1万5000円でしょ、1回の手術で20万、だからね、あの時にあのおかげでギターを3本買いました。良かったですよ。それがね、団体契約だったもんだから、前私長崎県公安委員会の、自動車学校の検定員試験官してましたんで、だから、団体で入った月々2900円だったの。半年くらいしたら胃がんって診断されて、お前もじゃあボルグ系かもしれない、自分がひょっとしたら死ぬかもしれないので全く考えません。これはもうギター買わねえかな、で一番1日1万5千円、それが入院給付金が来るならば、これはいいなと思ってね、これは本当初めて、人生初めてそれから貯金というものができました。それまで全然できなかったんですけどね。ということでしっかり寝ましょうってことでね、テストに行きました。時間が本当はね、もっとたくさんやりたい。今ちょっと演歌をちょっとやってしまったので、今なくなってどうして演歌ならね、なんか演歌好きな人よ。天城越えかなんかやっちゃう。歌詞、本当に急に思いついたら歌詞忘れるかもしれませんが、一緒に歌ってください。
¡Gracias!
会えるのはね、もう来年は紅白出るからもう会えないから今のうちに CD も買っといた方がね、ありがとうございました。はい、カズさんありがとうございました。ありがとうございます。じゃがいも今日運んできてくれたんで100キロぜひ帰りまして持って帰ってください。よく言われるんだよね、カズさんの MC だけの CD ないぞって歌う冗談じゃないですよ。よかったらおトイレの方に行かれてください。